はい、みなさんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日はですね、第3回、視聴者様撮影会わらじを探せの、イベントの予告ですね、動画になります。で、毎月ね、第2日曜日に、行ってるんですけども、今回で3回目になりますね。で、視聴者の皆様に集まっていただきまして、皆様を、まあ短い時間ですけどもね、撮影しましょうという企画でございます。で、毎回ね、今バラルさんがいるこの予告動画の場所に皆さんに、集まっていただくという形になっています。で、場所のね、ヒントは出しますけども、どこですよっていうのはね、いつも内緒にしてるんで、皆さんが、推理なり調べるなりしてですね、集まっていただくという企画になっております。で、今回ですね、2015年の、5月の10日5月の10日第2日曜日ですねの夜をやろうと思ってます。夜の21時からですね、行おうかなと思ってます。まあ、約ね、10分間ぐらい撮影しようかなと思ってます。でですね、夜だと来れないよって方もね、いるんじゃないかと思うんですね。特にキッズタイムでやってる方とか来れないと思うんですが、その方にはですね、また別な企画といたしまして、動画の後ろの方でね、提示しますんで、ちょっと最後まで、その9時にね、来れない方も最後まで見ていただければなと思っております。でですね、今回の場所はですね、ここですね。まあ、この辺だけ見てパッと見て、あ、ここも分かったっていう人は通な方ですね。非常に通な方ではないでしょうか。私の動画を見てる通な方ではないかと思います。今回ね、非常に簡単かなと思いつつ、難しいかわからないですけど、マップはこんな感じ。まあ、どことははっきりとは言いません。もうここだけでもね、わかると思うんですけども。で、もうちょっとヒントを出すとしたら、まあこんな感じですかね。もうそのままズバリですね、答えを教えてしまってるようなもんですけども、こんな感じです。わかりますよね、ここまで見ればね。でですね、いつも通りね、踊ってる姿を10分程度撮影しながら、撮影終わってからね、また鬼ごっこをね、やろうかと思ってます。なので、鬼ごっこの帽子を皆さん持参していただきますようお願いいたします。鬼ごっこの帽子はね、チーム用と、あとそれ以外の人でもできる用と2種類あるんですね。で、レンドアの南にある道具屋さんで売っている鬼ごっこの帽子が、チーム以外の方で共通で使える帽子になってますので、必ずレンドア南のね、帽子を用意していただければと思います。どっちだっけな、これかな、鬼ごっこの帽子の頭がね、四角いやつ、四角いのがレンドア南で売ってるやつですね。で、丸いのはチームのメンバーだけしかいいねができない帽子になってますんで、丸だとちょっと使えないので、四角い帽子の方を用意していただければと思います。で、鬼ごっこはね、ここの場所をそのまま使ってやろうかなと思ってます。で、この場所ね、他に住宅で住んでる方いますので、まあ、ご迷惑になってはあれなんですが、一応ここにね、出てるなんとか本社というところの人たちの、まあ、従業員って言ったら怒られちゃうかもしれないんですけど、の人たちだけで構成されている、村ですので、まあまあある程度心置きなくできるかなと思っております。まあ、できたらね、来ていただいた皆様は、余裕があれば、こういったお家の畑とかにね、お水とかあげていただけたら嬉しいなと
思います。そうすればね、皆さんも、ここに住んでいる皆さんも、心置きなく場所を貸していただけるのではないかと、そのように考えております。でですね、で今回もう一つね、別な企画持ってまして、そのキッズタイムとかね、来れない方がね、いると思うんですよ。で、今回夜にしたのは、夜でないと来れない人がいるかなと思いまして、前回昼間だったので、今回は夜としました。で、キッズタイムの皆様とか、夜は無理だよっていう方のために、ちょっとね、考えました。で、これはですね、当日参加できない方も、ぜひ聞いていただきたいんですけども、ここのお家ですね、お家の中身、1階と2階があるんですけども、いろいろ物が置いてありますよね。で、この物の、3箇所ね、1階と2階合わせて3箇所を今からお見せする動画の内容から、変更します。3箇所変更します。その変更した内容を、バラルさん宛にお手紙を送ってください。答えとしてね、例えば1番、この椅子、1階の椅子が、何かに変わっていたと。2番、このベッドが、このベッドから違うベッドに変わっていたという感じでね、3つ、変更点を出しますんで、その3つをお手紙に書いてバラルさん宛に送ってください。で、正解者の中からね、まあ何人来るか分かんないんですけども、一応、どんなに多くてもね、100通以上は来ないだろうと思ってるんですけど、それなりにね、多分何十通来るかどうかだと思うんですけどね、先着100名様までバラルさんから、大したものではないんですけども、当選のね、お礼のお品を折り返し、お送りしようかなと思っております。物はね、あまり期待しないでください。で、当選の発表はね、発送をもって、お送りしたいなと思っております。でですね、本日が、どうちゃった？今撮っている、これ動画をアップするのが、5月の4日の朝になると思うんですが、ですね、その日から、5月の9日の土曜日までですね、ちょっと違うな、5月の4日の朝にアップするので、5月の5日からにしようかな、5月の5日から5月の9日まで、今のこの家の内容から、これからお見せしますけどね、全部一通り見せますが、3箇所変更する期間として、5月の5日から5月の9日まで変更します。でもって、5月の10日いっぱいね、5月の10日、午前0時から24時までの24時間だけ、お手紙の方を受け付けたいと思います。で、いただいたお手紙にはね、必ず時間が、日時が刻印されているので、その日時に、届いた手紙だけ有効とします。もう一度言いますね、この部屋の変更する日にちが5月の5日から5月の9日まで、5日間ですね、変更したいと思います。で、手紙を受け付ける日時は5月の10日の午前0時から24時までの24時間だけにします。で、この時間に届いたお手紙で、当選している人たち、先着100名様までね、バラルさんの方から折り返し、何か粗品をね、お渡ししたいと思います。大丈夫かな？言い忘れてないか？ということでね、ちょっとね、どんな感じかっていうのを、お部屋のな様子を、ゆっくりお見せします。で、この動画と、5日から9日までにね、皆さんにここに来ていただいて、実際に見比べてください。で、3箇所ね、変更点を作りますので、その3箇所を
お手紙に書いて5月の10日に送っていただければと思います。1回はこんな感じですね。よーく見ないとわからないかもしれないし、もしかしたら簡単に分かったりするかもしれないし、それは分かんないですね。じゃあ2回行ってみましょう。まず入り口こんな感じね。まあ整理されてないんでひどい状態かたんとは思うんですが、こんな感じですね。これが今の2階の状態です。1階と2階を合わせて3箇所変更します。1階と2階を合わせて3箇所変更しますので、この動画と皆さんが実際にここに来ていただいてね、違いを発見してください。こんな感じでいいかな。ということでね、今回は、5月10日に行うバラル視聴者の、視聴者様撮影会バラルッチを探せに加えまして、クイズの方をね、やっていきたいと思います。あとなんか言い忘れてることないかな？大丈夫かな？大丈夫かな？まあ忘れてたら下のコメントの上にね、なんか概要欄があるので、そこにもしかしたら書き加えてるかもしれませんけど、おそらく大丈夫でしょう。ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。5月の10日、9時ですね。ぜひ皆さんに、ここの家の前ですね、もう一回行った方がいいかな。ここですね。ここに皆さんに集まって踊っていただこうかなと思います。で、その風景をまたね、映したいなと思っております。まあ毎回ね、ちょっとずつね、違った企画を考えながら、視聴者様撮影会をやっていけたらなと思っておりますので、楽しみにしていただけたらと思います。なかなかね、チームのメンバー以外で映すっていうのは難しいですし、チームメンバーでもね、なかなか撮れなかったりもしてますんで、単にね、動画見ていただいている方だと、なかなか映る機会がないと思いますので、このような企画をしております。ぜひね、楽しみにしていただけたらと。で、鬼ごっこ帽子を持ってきていただければ、鬼ごっこもその後ね、行っていきますので、ぜひぜひたくさんの皆様の、来ていただけるのをお待ちしております。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。